あの酒飲んで酔っ払っていいの騒ぐのいいんだけども、一応メインはステージですから、そちらのリミット言葉を。そうユダ先生って知らないって言ってましたけど、ユダさんの教え子さんというのは本当にあの偉い方がおいて、ユダさんが偉くないってことなんですけども、で今日ここ の今年から新たに訪問看護の診療所を始めた菊池さんも今大丈夫かな、今いると思うんですけど、86歳のおじいちゃんとちょっと対面張って飲んでたんですが、ワイン1本開けてテキーラ飲んでビール10杯くらい飲んでおじいさんでも今日元気そうで、お父さんありがとう、あの本当に先生患者さんにね裾を引っ張ってもらいたいみたいなねことを言われてますが、十分私たちが裾を引っ張っております。で本当に先生が隣にいてくださるおかげで、
がとうございます。これはNHK で、やった時の番組をね、そのまま聞いていただきます。そこに幸せの別れが、そこには幸せな別れがあるだろうか、あるだろうか、疲れた女が一人、大島紬につづれの鬼が影を落とした石だった。まっすぐに流れる川はマーガリン。人よりも臆病で意気なしの僕は、自転車もなかなか乗れず、まっすぐの一人にいつまでも神奈川。そこで入って、アハハじゃないんだよ、アハハじゃないんだよ、みんなもやるんだよ。生きて会えてよかった、はい、ハロー 50s、 ワクワクしている、3、4、5、ハロー 50s、 探してた自分の、はい、Keep up!
にわたる熱狂的なライブでお疲れ様でした。今日はね、おかげさまで大島さんの元気をたくさんもらいました。元気が出ます。ありがとうございました。1年に1回しかやらないライブなんですけども、また来年会いましょう。今日はありがとうございました。